いやーもう東京は本当に人が多いね、本当に多いと思いますね。いや私出身大阪でね、大阪も多いと思いますけど、いやでも東京にはびっくりさせられますね。まあ、特にラッシュ、そして新宿ね、あの台風の時とかにレポーターの方が今ただいまこちら新宿南口ですってもう風にうわー吹かれてるとこね、皆さんも一度は見たことあるんじゃないでしょうか。あの新宿でございますよ。もうね、まあ JR もあれば私鉄もあったり、あとは地下鉄もありましてね、みんなもう行きたい方向がいろいろやから、もううじゃ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 して、もう余計人が多いしね、まあ、あの道の幅そのままこう移動するぐらいね、人にあふれ返っております。あの新宿ね、私もよく使うんですよ。そうで、まあなかなかこうラッシュとかやと特にね、あの行きたい方向にまっすぐ歩けない、やっぱいろんな方向を目指してる方が多いから、で私これがもうどうしたもんかなと思って、なんとかこう自分の道一歩にシュッとまっすぐ歩めないかなと、そんなことを思ったことがありましてね。でちょっとね、楽しいことを思いついたんですよ。まあ何かって言いますとね、ちょっとねキャラクターを演じるんです。いやそう、痛い痛いって思わないで、じゃ楽しんで聞いてくださいよ。例えばすごいできる女風にちょっとヒールとか履いてないけどカツカツ歩いてみる、姿勢めっちゃ正して歩いてみる。でもね、そうするとなんかまあ私だけそう思ってんのかもしれないけど、なんか若干道ができるんですよ。引いてんのかな、いやそんなことない、そんなことないとかとか、まあそのキャラクターばっかりじゃなくて、あとはねちょっとこうもうなんかお花が周りに咲いてるような感じで、あるんるんるんって、まあこれ大げさにはできないけど、ちょっとこう楽しげに歩くで、やっぱりこれもちょっとこう空間ができるんですよね。けどなんかこれ話してたらちょっと惹かれてる感じに思ってくるの私だけかな。いやでもちょっと楽しいですよ。いややっぱり人も多いし、ちょっとさあーんってね、ちょっと嫌な気持ちになったりする時もあるじゃないですか。だからそういう時にちょっといつもと違う自分になってみる、うん、面白い。いや今ちょっと想像したんですけども、そんな人あふれ返ったら面白いですね、新宿も。ちょっと雰囲気変わるんじゃないですかね、朝もちょっとしんどい時もちょっと楽しい気分になったりするんじゃないでしょうか。いかがでしょうか皆さん。ぜひお試しください。はい、そんな感じで今日も元気にお届けしたいと思います。今日のお相手はトイステージのかよこです。それではトイステージラジオスタートでーす。このラジオでお話ししたと思うんですけど、あのマラソン復活しますって言ったね。でまあ最近ね特にこう暖かくなってきたし、まあでも毎日とは言われないけど、まあ週3回ぐらい走ってるんですよ。そう、うちのね近所がちょっとその走れるルートがありまして、そうでね、今日はねちょっとその走るルートでいろんな景色が見えるので、ちょっとそのねお話をしたいなと思うんですけど、まず最初ね、なんとアヒルさんいるんです。走ってたアヒルさんに会えたんです。いや最初はね、そのアヒルさん4匹ぐらいいるんですけど、微動だにしないんでお人形さんかなって思う感じで、でもこっち走ってるからこう止まって確認できないんで、こうちょっといつもね頭にクエスチョンマーク残しながらこうどうなんやろうと思いながら走ってたら、まある日ね、前に走ってた女性の方がそのアヒルさんの前で止まって、おはようございますってアヒルさんに挨拶したんですよ。そしたらなんとそのアヒルさん、おはようございますって、まあこんな声ちゃうけど言ったんですよ。すごくないですか。もうびっくりして、でまあ何より、あまず本物なんやって思って、そしてちゃんとそのおはようございますって言ってたことに、なんてすごいアヒルさんなのと思って、
めちゃ面白いやんって思ったんですよ。まあまあそんなこととかあったりね、まあ私もだからいつかねちょっとおはようございましてちょっと挨拶をしてみたいなと思ったりもするんですけど、あとは大きな公園があるんですよね。でたまたまこの間走った時が休日で、そしたらそのほんとザ・休日の公園っていう光景を見れまして、まあ何かというとお父さんとお子さんで2人でこうキャッチボールをしてたり、あとは逆上がりの練習をお父さんが手伝ってたり、あとはこう一緒に縄跳びをしてたりとかして、もうそういう光景いいじゃないですか。なんかこっちもすごいあったかい気持ちになる。そう、もう私そここそはちょっと足止まりそうになったんですけど、あかんあかんって思いながら、まあちょっとあったかい気持ちになりながら走ったりしたんですけども、まあそんなね素敵な楽しいマラソンルート、はい、これからも続けて頑張って走っていきたいと思います。はい、それでは今日のテーマに行ってみたいと思います。今日のテーマはウォーターアートに挑戦。はい、ということでですね、皆さんも一度は見たことありませんかね、あのテーマパークとかでお兄さんとかお姉さんがこう地面にね、あのいろいろブラシとかお水を使ったりしてこう絵を描いたりするの、あれすごいですよね。でもうこの絵心はあ噛んでもうた絵心ある私たちやったらできるんじゃないかと思いましてですね、はい、私たちはスプレーボトルに水を入れてちょっと絵を描いてみようという企画でございます。はい、ということで今回もなぞみちゃんお手伝いよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どう、のぞみちゃんはそういうの見たことある？今まで。あります。あ、本当？はい。そう、実際何、うちらみたいにそのスプレーボトルに水を入れたりしてたやつ、いや違います、多分、うん、ほうきとかでやりやすい、ね、はい、あれもすごいよね。すごいですよね。いや、まあね、今回うちらやったんやけど、やっぱり水で絵を描くから、はい、で外やん、だからすぐ乾くから、はい、せっかく描いたのにね、消えてしまったりするし、はい、うん、だから結構その時間との勝負のとこもあるし、うん、で、まあ、まあブラシも難しいと思うけど、やっぱスプレーやから、はい、こう思うようにそこに当たらんかったりするやん、はい、ね、うん、しかもさ、スプレーでもなんていうのかな、シャーってずっと出るスプレーじゃないんですよね、はい、あのなんていうの、シュッシュッシュッってやつ、あの、はい、お花にお水あげる時のシュッシュッだからこう自分でうまいことこう手を動かして、はい、こう線にしていく感じ、はい、ね、すごい難しかったよね。いや難しかったですなかなかね、はい、思うようにいかなかったりもしたんですが、はい、はい、まあね、今日もせっかく天気が良かったのでね、はい、もう早速いろいろ書いてまいったしがりでございますけども、はい、はい、どうですか出来は。いや、うまくできましたよ。ほんま、かよこさんもすごい上手だった。嘘、取ってつけたよね、今。今まで散々、いや難しかったですって言っときながら。今ちょっと油断しました。どっちがほんまやねん。びっくりしたわ、もう。はい。まあ、難しかったですけど、ま、まあでも練習しましたしね。あ、そうね。そうそう。はい、最初ね、あの、はい、日向でやるとまあ乾いちゃうから、はい、最初その日陰でいっぱい練習をしたんですよね。しましたね。いっぱい練習しましたね。うんうん、そうね、まあ、書くものにもよるんですよ。はい、やっぱり。ね、はい、あんま難しいのはやっぱりね、わからんくなっちゃったら嫌やしとか思うと、はい、結構そこも考えたりして、はい、はい、いろいろ。でも、かよこさんの芸術的な絵が早く見たいです。何、何、どれやろ、まあ、私、すごい、私の全てが芸術的やけど。はい、確かに。それは、はい。ぶっちぎられたね。色はございません。ほんま守ってる、はい、いいよ、突っ込んでくれて。まあまあそんな感じでね、はい、まあでもちゃんと書いてきたので、はい、はい、それをね、じゃあ早速発表していきたいと思います。はい、はい、じゃあ私からいきましょうかね。はい、はい、じゃあ私の1枚目はこちらでございます。じゃあ、はい、 お魚さん。おー、いやこれね、私、はい、まあまあまあ、でもこれも難しかったんよ。はい、これもうほんま、あの一発目に変えたやつですよ。そうですよね、一発目に変えてましたね。うん、うん、だからもうほんとその線にならなさすぎて、はい、何回もシャシャシャってやってたらどんどん最初に消えていくっていう感じ。はい、うん、でもなかなか、あのパッてこう写真撮ってもらったら見ると、はい、なかなかうまいことできてるね。そうですね、ね、はい、よくない？はい、これも魚って言っても、はい、あれですよ、ん、隠れ熊の実。お、あの映画でファインディングニモっていうね、映画がありましたけど、あの、はい、あります、ね、あの隠れ熊の実、はい、私ね、夏じゃん、もう
そうですね。何なんか言いたいことあって言ってみ。いやなんだその呆れた態度。なんか隠れ熊の実って今知ったので。あ、そうなんよ。はい、すごいお魚さん上手だなと思って。あ、上手ですねって思ったんですけど。関心のその態度。はい。まさか隠れ熊の実だったとは。そうやね。じゃあ、はい、あの真ん中の線が本当は、はい、だから色で塗ると白になるのかな。そうなんですよ。だからそのダイビングをしたくて、スクーバダイビング。たまにするんですけど、はい、あ、たまに嘘あのめっちゃ前にしたことがあって。ちょっとかよお子さん。ごめん嘘つきました。あの資格は持ってるんですけど、あの全然最近行けてなくて、はい、今年の夏は行きたいなと思って、はい、だからちょっとその隠れ熊の実を、はい、書いてみました。すごい。そういう希望も込めて、はい、うわー、羨ましい、はい、でしょ。じゃあ次のぞみちゃん、はい、はい、私が書いたウォーターアート、こちら、うん、カエル。なんかこれなんか、まあいや言わんとこ、まあ、6月に入ってはい、はい、まあ、はい、なんと言いますか、うん、カエルをよく見るじゃないですか。まあそうね。、はい、ゲロゲロ泣いてはるね。そうです、うんうん、そうです。なんでもう私の頭の中はもうカエルの大合唱で、はい、まあ顔だけや、一匹顔だけやけどな、描いたのはな。いやでもしかもなんか大きない。大胆やな。はい、なんか思い切って書いてみたら大きくなっちゃいます。そう あれって言いながらどんどん大きくなってたもんな。それを客観的に見てるのがすごい面白かったですけども。いやでも可愛い可愛い、はい、いいじゃないですか。はい、はい、じゃあどんどん行きましょうか。はい、じゃあ私の2枚目はこちらです。いや、この草なん、いや草、そうそう、自分でもよくわかんないけど、はい、じゃあ、あのそのスプレーの、はい、さってこう描く感じが、はい、なんか草っぽくなりそうな感じだったんですよ、はいはい、いっぱい描けば、はい、これをちょっとこう芸術的に表現できへんかなと思いまして、はい、そう、こう草っぽいのをシャシャシャって、もうこれは計画性なくこうバババって描いていっちゃったんですけど、どうでしょう。はい、いやでも本当にフィーリング大事だと思うんですよ、うん、そういうのって大事よね。芸術センス、はい、はい、そういうのはやっぱこうね、もう直感で出てくるかななんて思っております。はい、いや結構好きですよ。あ、ほんま。はい、え、これな、上の方に花やねんけど、あれ、はいはい、あれは花に見えるかな。あ、見えました。描いてる時に、うん、あ、お花だって。ほんまに言いましたよ。はい、私言いました。ま、はい、よかったよかった、それならよかったですわ。いやすごい、はい、まあ、こんなんもね結構好きです、これ。あ、ほんと、はい、よかった。じゃあ次のぞみちゃん、はい、はい、うん、私が描いたもの、はい、こちら、うん、リンゴです。また簡単なところ行ったな。はい。これはなんで、なんでリンゴ。まあなんか結構難しいんですよね、この水使いが。あ、描くときにこれはほんまそうね。で、私はずっと練習でこう曲線を描くのを練習してたので、はいはいはい、丸いものを描こうと思って。うんうん、なるほどね。で、あと最近ハマっている食べ物なんです。最近ハマってんの。はい、何、リンゴダイエットでもしてんの。まあなんかリンゴといえばそれしか浮かばへんけど、確かに。でも食物繊維が豊富なんですね、リンゴって。そうか、はい、栄養満点。この前回のラジオでもちょっと言ってるんですけど、うん、リンゴをココナッツオイルで結構焼いてシナモンかけて、うん、フレンチトーストに乗せたっていう話をしたんですけど。聞いた、はい、それに最近ちょっとハマってて、まあ食べ過ぎは良くないんですけど。じゃあもうそれにチーズ乗せなあかんやん。本当だ、チーズかき損ねた。チーズかいるからのぞみちゃうな、はい、まあ絶対嫌やけど。絶対食べたくないけど私は。美味しいですよ。いやもう何の話やねん。それちゃいました。すいません。はい、まあそんな感じでね、はい、後半もいっぱい帰ってきたので、はい、皆さんお楽しみください。ステージラジオを聞きたいな。ご飯も食べたし宿題もした。今日のテーマはなんだろうな。ドキドキワクワク楽しみだ。はい、ということで、はい、はい、後半も私たちのウォーターアートいろいろ発表していきましょう。はい、はい、じゃあ私よね。はい、はい、私のこちらです。じゃーん、ソフトクリーム。おー、
いやもう暑なってきたしね。そうですよね。私ね、もうアイスの中でもこのソフトクリームが一番好き。あもうこう結構道端っていうかこう歩いてたら、はい、こうねちっちゃいお店とか売ってたりするじゃないですか、はいはい、もう絶対買っちゃう。何味とかですか。私やっぱねシンプルなバニラ。あたまにあの抹茶。たまに抹茶。あの抹茶とバニラ混ざったやつ。欲張り。あれ好き。いや、うん、美味しいですよね。美味しいよね。ミックス、はい、いやもうこれでもこのソフトクリームそのクリームのとアイスのとこですか。はい、いやこれは難しかったですね。そうですよね。はい、これはなかなかで、はい、なんかやっぱりこう、うん、自分でこう地面を見ながら描いてると、はい、なんか分かんなくなってくるのよね。あ、はい、感覚がでこう、まあ、照り返しとかもあるからさ、はい、ちゃんと見えへん線とかもあったりして、はいはい、でもこう客観的に見る時間はないやん。ないですね。早うどんどん描いていかなかんや。消えちゃいますからね。だからもう勘ですよね。だからじゃこれ、はい、これほんまあのもうボツかなと思ったんですよ私的に、はい、もうなんか自分で見た感じでは全然ソフトクリーム見えへんかったから、うん、でもなんかあの出来上がった写真を先見してもらったら、はい、お意外と見えるやんと思って、はい、意外と上手にできてるじゃんと思って、はい、ちょっと今回はい、発表させていただきましたけども、はい、はい、なんかいやー、ね、すごい、あの、かよこさん、うん、コーンから描いてたんですよね、ソフトクリーム。いや、覚えてます。いやいや、コーンの横の側面からこうシューってこう綺麗に描いてて。いいよ。いや、あの、はい、あの、ちょっと描い、ちょっと上を描いたんですけど、はいはいはい、あの、あかんなって思って、はい、分かりやすいとこから描こうと思って。で、コーンに映ったわ、確か。あ、いやでも何を描くんだろうってすごいワクワクしたんですよ、見てて。なんか東京タワーとかなんかそういうのを描くのかなって。あ、そのコーンが。そうです、そうです、そうです。と思ってたら、うん、最後に上にふにゅふにゅって乗ってたんで。あ、そうそう、ふにゅふにゅってそう、まあ、ふにゅふにゅ感がすごい難しかったんですけど。はい、難しそうでした。うん、でもなんかね、夏っぽくていいじゃん。そうですよ ね、 ね。よし、はい、じゃあ次のぞみちゃんお願いします。はい、はいはい、私が描いたウォーターアート、こちら食パンです。なんでやねん。いや、なんで食パンやねん。また簡単、はい、もうリンゴからさらに簡単なとこ行ったね。すぐ描きました、リンゴ。四角やん、次に。食パンってかもう四角やん。いやいや、ちょっと立体的にこうちゃんと一気にこう描こうと思って立体的に描いたのがちょっと難しかったんですけど。なんでこれが出てきたかというと、はいはい、最近、うん、食べ過ぎないように我慢している食べ物。あ、食パン。はい、一気に食べんの。一気はさすがに食べないですけど。まあでもトーストとか朝。あ、朝トーストとか食べますか。たまに。え、何トーストですか。私はもうそれもシンプルだから、おバターだけとか蜂蜜だけとか、そんなあのアップルシナモンとかチーズとかもいろんなその甘いものとかしょっぱいの一緒に食べませんから。私はシンプルイズベストですから。はい、いや、シンプルいいと思います。ごめん。どんなトーストで食べるの。じゃあ私はあの、はい、マヨネーズを周りにこう囲って目玉焼き、あの卵を落として。あ、美味しいね。はい、あ、これは賛同してもらえた。それね、なんかね、誰かさんもやってたな。え、本当ですか。うん、まさか。なんか聞いたことあるな。本当ですか。まさかまさか。なんかちょいちょい思い起こすよね。まあいいか、それはいい。はい。はい、じゃあ次私行ってみましょうか。はい、はい、こちらです。じゃーん。はい、傘。おー、傘。はい、さあ、まあね、はい、この季節、はい、雨もよく降るから、はい、傘も必要になるかなと思いまして。そうですよね、はい、結構これ、写真ではちょっと分かんないかもしれないですけど、はい、結構あの小ぶりの傘なんですけど。、はい、いや、なんかちっちゃく描いた方がいいんかなと思う。そうですね、うん、私いっぱい失敗しますよね。そうそうそう、いっぱいこう描かなかんやん、はい、ちっちゃいとなんかその分こうお水をギュッと、ん、水をいっぱい、た、いや、ごめん、もし自分でもハテナだけど、まあいいや、はい、うん、なんかまあ小ぶりな、可愛い傘を、はい、あの普段まあ私実は傘は持たないんですけど。え、そうなんですか。あ、てかあの折りたたみ傘派なんで。あ、同じくです。あのが楽やから。そうですよね。でもまあ傘といえばあれかな、はい、みたいな感じで変えてみました。はい、まあこれ何個目かなので、はい、ちょっとだんだん腕上がってきてるかな。いや、上手ですよ。ほんま？上手だと思います。えらい褒めていただいてるけど、はい、素直な感想でいいよ。はい、素直ですよ。ほんま、はい、あ、じゃあよかった。はい、はい、じゃあ次のぞみちゃん。お、来た。お、なんだ、はい、描いたウォーターアート、こちら、かよこさん。え、これ私。はい、なんかもう、なんか顔が消えていきそうやけども。そんな私存在感薄い
かな。いやいや、ちょっとね、あの眉毛を描き忘れそうになって。やめて。大事、やばいやばいと思って最後大事。眉毛大事よ。はい。まあでも、まあはい、ありがとう。もう腕が上がって、これ一番最後に書いたので、もう私も腕が上がってる時にこうシュッシュッ。確かに、はい、あのめっちゃスプレーの使い方めっちゃうまなってたもん。めっちゃうまなってるやんと思った、はい、でも何を書くのかなと思った。なんか顔やって、ね、これ何って聞いたら、はい、かよこさん私かえと。はい、やっぱ最近すごくお世話になっているので。いやいや、それはこちらこそですよ。ありがとうございます。なんかもうちょっとあのまあね、水やからしゃあないけどね、はい、もうちょっと元気いっぱいさがこの伝わるとそうですいいかなと思ったけど、でも嬉しい、はい、そうやって書いてもらえて、はい、ありがとうございます。はい、よかったです。はい、じゃあ私、はい、見てみようかな。こちらです。はい、じゃーん、カタツムリ。おー、これすごない？すごいです。あのカタツムリのなんぞ殻？殻、あの渦巻いてるやつね。渦巻きすごい上手ですけど、これすごいっしょ。はい、私すごいと思います。なんかやっぱりこう分かりやすいものがいいかなと思いまして、はい、はいはい、でもパッて、まあ、この季節、はい、カタツムリじゃねと思って、はい、やっぱもうあの渦巻きがちゃんと描ければ、うん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 、だいたいカタツムリでしょ。そうですね。とか言って一つ気になることがあったんですけど、いいですか？何ですか？あの、うん、カタツムリの顔が出てるじゃないですか。出てるね。あれが、うん、殻と同化してるんですよ。あの殻との分かれ目がなくて、なんか長細いのがこうなってる。それ言っちゃう。言っちゃいましたけど、それもうちょっと水やからバレへんかなと思ったけど、バレちゃった。バレます。あ、まあ確かに、はい、一体化しました。一体化した。いや、分からんくて、新しい生き物。じゃあまたそこへんがどうなってるか分からんくて。渦巻きしかもう注目してないから、はい、そこらへんどうなってんのかなと思って、はい、まあつなげとってもまあまあまあ見えるかなっていう、あ、まあこのちょっと愛の発想がもう近くとバレてしまいました。はい、でも、まあ、この渦巻きとか曲線はすごい上手 で、うん、でしょ。最初シナモンロール描いてるのかなと思って、もう何でも食べ物やね。そう見えちゃった。まあまあね、はい、こんな感じで楽しく、はいはい、いっぱい描きましたね。はい、楽しかったです。はいはい、今回ものぞみちゃんお手伝いありがとうございました。はい、ありがとうございました。以上、ウォーターアートに挑戦でした。トイステージラジオ。いやー、もう想像以上にね、難しかったですね、今回のスプレーで絵を描くっていうのはね。うん、やっぱりこうスプレーだから、例えば紙だと一本の線を引くってなってもシュッてね、ペンで引けますけど、スプレーだとその一本の線でも何回も何回もこう継ぎ足していくわけじゃないですか。だからこうやってると、あれ、さっきの大きくなっちゃうって話もそうですけど、どこまで行ったらいいねんっていう感じになっちゃうんですよ。だからこう最初にもうどのあたりまでちゃんと描く、そういうイメージを膨らまして、ちゃんと想定してから書いていくってことが、まあ、今回やってみてすごい大事やなって思いましたね。うん、でやっぱりこうやってこうイメージをちゃんと持ってやるってことは、いろんなことに通じるなと思ったんですよ。まあ、例えば私たちこういろいろね、イベントとかこう出させていただいたりするときも、まあ、練習をするわけですけど、そのときもまあ自分の踊りなり歌なり喋ることなりはもちろん練習するんですけど、それだけじゃなくて、そのお客さん、子どもたちだったら何歳ぐらいの子どもたちがいるかなとか、どれぐらいの人数集まるかなとか、まあこの踊り何歳ぐらいの子どもたちだったらできるかなとか、でこれぐらい盛り上がるかなとか、もういろんな想像とかイメージをその練習の時からちゃんと膨らましとく、うん、そうすると実際本番でもそのイメージ通りならイメージそのままできるし、あ、イメージと違うなと思った時もまた違うアプローチの仕方ができたりするんで、やっぱなんかそういうところが、まあ、今回そのね、全然やることは違いますけど、ちょっと通じるところがあったりするんじゃないかなって思いましたね。
うん、だからなんかこれは私の踊りとか教えたりすることもありますけど、そうイメージを膨らませれるような教え方とかもできていければいいかなと思いますね。ただバッて教えるんじゃなくて、なんかもっとこう想像力膨らましてって、うん、なんかちょっとそういうのも今後考えていきたいなって思っております。皆さんはいかがでしたでしょうか。ぜひ皆さんもね、天気がいい日が続きますのでね、これから、はい、お試しください。それではエンディングです。それでは次回の予告です。次回のトイステージラジオはアジサイということで、まあ季節柄ね、アジサイの花がとっても綺麗ですけど、まあアジサイを見るんじゃないんですよ。今回はアジサイっていう漢字ね、あの紫に太陽のようにお花で、あれじゃないですか、音読みでも訓読みでも読めない漢字でしょ。なんかそういう風にこの漢字でこう読むんやっていうものをいっぱい探して、はい、発表していきたいと思いますね。なんか新たな発見がいっぱいできればなって思ってますので、皆さんも楽しみにしていてください。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。今日のお相手はトイステージのかよこでした。来週も絶対聞いてくださいね。バイバイ。